皆さんこんにちは。旧ジャニーズ事務所、現在はスマイルアップに改名したアイドル会社、所属タレントを移行させる方向で作られる新会社の代表取締役に就任予定だった東山紀之さんが代表取締役を辞退していたことが分かりました。この新会社はタレントとのエージェント契約を担うために設立すると発表されていました。代わりの社長には創業者一族のジュリー恵子さんや、所属タレントではなく外部から招聘する予定だそうです。10月25日までに旧ジャニーズ事務所から所属タレントに対し書面で説明があったそうです。10月2日に開かれた会見で旧ジャニーズ事務所は新旧2つの会社に分ける新体制への移行を発表。スマイルアップと解消する旧事務所はジャニー喜多川さんによる性加害の補償を行い、タレントのマネジメントを行う会社を新たに設立することを明らかにしていました。また新会社については、創業家のジュリー恵子さんは役員にも株主にもならず、社長には東山紀之さんが就任することも公表されていました。だが新旧2つの会社の社長をいずれも東山紀之さんが社長を務めることに対し、ガバナンスの面で問題があると外部から指摘されたこともあり、東山紀之さんによる新会社社長の就任は消滅したそうです。そこで気になるのが新社長となる人物です。ここからは東山紀之さんが新社長就任が発表された日よりも以前から噂されていた人物たちを紹介します。1、安室奈美恵。安室奈美恵さんとジャニーズ事務所の接点は実はあるのです。最初に安室奈美恵さんがジャニーズ事務所と関わることになったのは2018年の今井翼さんとの熱愛報道でした。今井翼さんと安室奈美恵さんは2018年フライデーに熱愛をスクープされたものの、事務所によってもみ消されたと言われています。写真などはありませんが、深夜に2人で焼肉デートをしていたという情報も。この報道を抑制したのはジャニーズ事務所でしたが、一方の安室奈美恵さんも同年に芸能界引退を控えており、タイミングが悪かったそう。これによりジャニーズ側は安室奈美恵さんに対して過失一の状態になりました。さらに安室奈美恵さんが引退したのが2018年9月16日、今井翼さんがジャニーズ事務所を引退したのが2018年9月10日とかなり日程が近いことから、安室奈美恵さんと今井翼さんは引退して結婚するのではという噂まで流れたようです。ジャニーズ事務所と関わりを持つようになった安室奈美恵さんですが、2019年からはジャニーズジュニアのダンスの振り付けを任されていました。元サッキー&翼の滝沢秀明さんが2019年9月にジャニーズ事務所の副社長として就任された際、ジャニーズジュニアの育成について引退した安室奈美恵さんに加担してもらう計画をジュリー恵子さんに提案し、快諾を得たようです。当時事務所も課題として認識していたのが、ジャニーズグループのダンスの振り付けの古さでした。その点を課題だと感じている滝沢さんは、現役時代はライブパフォーマンスを最重要視し、常に最新トレンドを取り入れ続けていた安室さんに目をつけたと言われています。また安室奈美恵さんは引退する際、表舞台から降りて裏方に回り、今後活躍する若手のサポートをしたいと周囲には話していたようです。一部女性誌は引退後は第二の安室奈美恵を作るべくプロデュース業に精を出す予定だと報じていましたが、先にジャニーズ事務所が目をつけたことでジャニーズジュニアのダンスレッスンにとどまらず、ジュニアのプロデュースも手掛けていたということです。滝沢秀明さんの退所後、ジャニーズ崩壊後についての安室奈美恵さんの動向はつかめていませんが、ジャニーズの負のイメージを払拭するために新会社の社長就任は適任ですね。ひろみさんは1998年から1999年にかけて放送されたジャニーズジュニアがメインのバラエティ番組8時だ J で MC を務めていたことから、ジャニーズとの関わりが非常に深いです。特に嵐、タッキー&翼、関ジャニ、山下智久さんなどなど、今をときめくジャニーズメンバーたちが築いたジャニーズジュニア黄金期をそばで支えていた一人といえます。近年は当時を懐かしむようにひろみさんと
ジャニーズメンバーの共演番組もたくさんありました。関ジャニクロニクルで関ジャニといきなりどっちを繰り広げ、有吉ゼミでは滝沢秀明さんと共に本格的なリフォーム技を披露していました。クロニクルではメンバーとリビングでくつろぎながら、当時17歳だった横山優、村上信五、渋谷昴との思い出を語っていました。前へ前へ出ようとしていたガッツのある3人だったことから、村上さんがぶっちゃけ絡みにくかったでしょと質問すると、いや絡みづらくないよ、だって喋るのお前たちぐらいしかいないじゃんと、その意気込みを高く評価していたことを伺わせる返答。お互いにバラエティのプロとなったからこそ、ひろみさんの俺に当てるなんてことはねえだろうな、ふざけんなよという振りに対して、村上さんも当時のジュニアのみんなの思いを乗っけてと言葉を添え、振りかぶってまさかの全力投球でひろみさんを当て、すがすがしい笑いを誘っていました。よかったな、みんなスターになってくれてと朗らかに話すひろみさんは、やんちゃな生徒たちの成長を喜ぶ教師のようでした。当時血気盛んな10代のジャニーズジュニア数十名を30代のひろみさんがビシビシと指導していたことを考えると、彼らの関係性はまさに芸能界における担任の先生だったのではないでしょうか。古い映像を見返すと、ジャージ姿で竹刀を持ったひろみさんがホイッスルを吹き、次々とジュニアたちがアクロバットに挑戦するシーンがありました。失敗したメンバーにお手本と全然違ったぞとビシッとツッコミを入れたり、真剣味の足りない表情をしていたメンバーに、ニコニコしてりゃ世の中渡れると思ったら大間違いだぞと愛のある劇を飛ばしていました。ちなみに全然ダメだったのは、今や実力俳優として名高い風間俊介さん、ヘラヘラしていたのは同じく俳優として才能を開花させた生田斗真さんでした。厳しい芸能界で自分の歩く道を切り開く強さをこの番組で学んだようにも見えました。ジュニア黄金期のトップスターである滝沢さんは、ひろみさんと共に MC も務めていたこともあり、まるで学級委員長のような存在でした。ちなみに有吉ゼミのリフォームでは、 DIY のベテランであるひろみさんのスキルに滝沢さんが及ばない部分も多く、まだまだ勉強だと経験不足を実感。そんな滝沢さんに、ジャニーさんに聞いても分かんないところだなと言ってみせるひろみさんでした。もともとものづくりが好きで職人気質を持つ滝沢さんにとっては、ひろみさんはまだまだ背中を追いかけたい兄貴分なのかもしれません。従順な滝沢さんとぶっきらぼうな口調で、実は面倒見のいいひろみさんの変わらぬ師弟関係が感じられて、実に微笑ましい様子でした。このようにジャニーズジュニアの担任の先生のようなポジションに長らくいたひろみさんですが、もちろん校長であるジャニー北川さんにも絶大な信頼を置かれていました。当時はテレビに引っ張りだこで月収も6000万円を超えていたというひろみさんでしたが、次第に共演者へのタメ口や頭を叩くひろみさんの芸風でスタッフと揉めるようになります。ある時スタッフから、ひろみもうちょっとソフトにできない、頭叩くのはどうなんだろうと言われたことに、ひろみさんはカッとなり、なんなら俺辞めてもいいよと口走ったところを、当時ひろみさんの活躍をよく思っていなかった関係者もたくさんいたことから、待ってましたとばかりに芸能界を干されてしまいました。そんなひろみさんが2014年にスムーズに芸能界に復帰できたのは、ジャニー北川さんの権力によるものです。ジュニアの体制がお世話になったひろみさんの願いということもありましたが、ひろみさんは10年前の引退の時にはすでにジャニー北川さんがジュニアの子に性加害を加えていたことを知っていました。ある種弱みを握られていたような状態だったのです。ひろみさんの豪快な性格上、おそらくジャニー北川さんを脅したなんてことはないと思われますが、ジャニー北川さんにとって気を使う相手だったことは間違いありません。また当然ジュリー恵子さんもジャニー北川さんとひろみさんの親交が深いことを知っており、ジャニー北川さんが亡くなった後もジャニーズ所属タレントの出演する番組のレギュラーにひろみさんを抜擢するなど、
信頼を置いていた様子でした。つまり性加害の歴史の全貌を知っているひろみさんと、そのひろみさんの芸能界復帰を手助けし、その後も仕事を回し続けてきたジャニーズ事務所の関係はかなりズブズブだということになります。新社長就任についてひろみさんは、ジャニーズ事務所と深い関係にありながら外部の人間であるというかなり都合の良い人材です、担任の先生が校長へと出世する日が来るかもしれませんね、いかがでしたか。ひろみさんについては現在も大忙しのタレントであるため社長就任の可能性は低そうですが、安室奈美恵さんは現在芸能界を去った身、可能性は十分に考えられますね。また東山紀之さんは社長を辞退ということですが、スマイルアップでの被害者タレントへの保証金の返済が終わった後はどうするのでしょうか。社長就任のためにわざわざタレント引退宣言をされたのに、結果は辞退ということで居場所がなくなる可能性も考えられますね。今後の動向にも注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。